はい、5、6前ようこそということで上海バスケ SKP 活動をやっていきたいと思います。おっと試合前練習ゴロ、今日は調子いいかもしれません今回からのマイク買いまして、コンデンサーマイクっていうね、なんか非常に感度のいいやつでお届けしたいと思いますさあ、バスケ未経験者チーム対経験者チームということで始めていきたいと思います。バスケ未経験者チーム、ゴロ、かけさん、そうちゃん、経験者チーム、スマイル、マイク、小八木さん、一平ちゃんということで、おっと、リプレイ、いきなり入った、スマイル、マイク、見切れてませんと、2点シュート決まると、マジか。なんかね、僕とマッチアップしてる時のスマイル、マイク、調子いい気がするって、なぜか相手を調子よくさせてしまうディフェンスをしているんじゃないかと悩んでいるものでございます。大体なんかみんなパッ、まあ、ディフェンスが悪いんでしょうね。バンバン決められる。おっと、ゴール下の魔術師、一平ちゃん決める。この日もロットマン来てますからね、もうゴール下強いんじゃないでしょうか、一平ちゃん。さあ、そうちゃんどうする？おっと、かけさん得意なとこから来た。1点返す。3対1。全国のスマイルマイクファンの皆様お待たせしております。ちょっとなんかあのマイクが感度が良すぎていろんな音を拾っちゃってる可能性ございます。すいません。さあ、一体さん。勝てるのか未経験者チーム、ここ3ヶ月ぐらい勝ちがないんじゃないでしょうか。というかもう記憶が定かではありません、勝ったのが。おっと、来た、ナイスパス。あー、このパスめちゃくちゃミートしやすかったんですよね。あれは今決まりそうな感じだったんですけどね。ごめんなさい、そうちゃん。おっと、かけさんドライブからの、ああ、惜しい。一対三。おお、八木さんドライブ。おっと、なんだ、あの、オリンピック選手バリのパス。で、かつ、スマイルマイクを決める。おい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 、1対4。やばいぞ、未経験者チーム。一方的にやられてしまっていいのか。八木さんドライブからの、おっと、さっきの八木さん風なパス、見てすぐ覚えてすぐやるっていうね、これが加計さんの上達のスピードの秘訣じゃないでしょうか。さあ、スマイルマイクから左に切れてる、危ねえ。おっと、ゴール下のまずずし、一平ちゃん決める。1対5、まずいんじゃないのこれ、未経験者チーム。今日は朝日スーパー、朝日スーパードライを飲みながらの解説まで。おっと、そうちゃん出た、ミラクル、そうちゃんシュート。もはやあのバスケのスタイルにはない形で決めるというね。さあ、2対5、1点返した、未経験者チーム。まずい、スマイルマイクからの、あ、危ねえ、なんか今当たってナイスブロック、お、ナイスパス、また、おー、これを決める。3対5、じわじわと追い詰めてきた経験者チーム。危ない、ここは1点取っときたい、この場面。さあ、そうちゃんどうする。そうちゃんからの、あー、前棒だよね。さあ、かけさんどうする。ここ大事にいきたい、ここ大事にいきたい。そうちゃん、ここ大事にいきたいという。おっと、やばい、来た、おし。お、いいんじゃない。あー、3対5のまま。さあ、未経験者チーム、最近勝ってておりません。記憶がございません、勝ったのが。これね、あの経験者で新しく入ってくる人たちのレベルが上がっちゃってて、もはや僕とかももうタイプの危機なんで毎日ね、朝練やってますけどね、ほんとね、もうとりあえずシュート確率上げる。さあ、そのタイプもそんなこと言ってられる。ゲームも終盤戦来た。お、いいんじゃない、このパス回し。おっと、そうちゃん、また、そうちゃんにしかできないシュート決めて、4対5、1点差。さあ、未経験者チーム、ここ守って、あ、まずい、
八木さんあるからね、2ポイントまずいよ。あーごめん、ゴロパスミス、痛い。スマイルマイコ、スマイルマイコからの、お、まずい、まずい、危ねえ、危ない。4対5、ここはなんとか同点に追いつきたい。八木さん、あー惜しい。4対5、ここは守っておきたい。危ない、ヤギドライブ危ない。4対5、あーそうちゃん、まずい、おっとナイスカットゴロ。4対5、あ頑張られた、そうちゃん、あーカットされる。ここはちょっと止めておきたい未経験者チーム。おっとヤギブロック、ヤギブロック入った、あヤギブロック入ってる、まずい、危ない、ナイスリバウンド、そうちゃん。さあここは大事に行きたいよ、大事に1本決めたい、未経験者チーム大事に1本決めたい。よし、総一郎どうする、総一郎カットされとるやんけ。おっとゴロ取った、あーここ決めるとこ、決めるとこだよ今の、美味しいとこ、やべ、あーガラキーペちゃん、あいや4対6もう終わりじゃないか、もう時間がないんじゃないか、もう時間がなさそう、もう時間がなさそう、まずい、まずい、ソムちゃん決めた、2ポイント決めて、あ打たせてますね、さんも、あーいいです。ということで、はい、僕いい勝負だったのに。